そうね、戦争にモンスターの力を使うなんて、こんな研究絶対にやめさせないと。なぜ陛下がここに？私は今の暮らしを悲観したことはありません。たとえ身分はどうであれ、私は私です。陛下はどうなのですか。近隣諸国への侵略を繰り返し、その国で平和に暮らす民は苦しみ、敵味方問わずに多くの兵が血を流しています。侵略され征服された国は、帝国が強いる新たな階級制度によって貧富の差は広がり、奴隷たちは人格すら否定され虐げられています。そして今、帝国は新たな力を得るため、人間だけでなく異種族やモンスターまでも帝国の戦火にさらされ、尊い命を落としています。陛下は何を追い求め、理想として帝国による侵攻を続けるのですか。
のためには戦争で人が血を流そうと奴隷が虐げられようと大事の前の小言と切り捨てるのですか。安心して、私は帝国に戻るつもりはないわ。陛下の言うこともわからなくはないけど、でもやっぱり目の前で苦しむ人を切り捨てて自分だけ幸せになるなんてできないわ。私も全てを救えるなんて思わない。でも目の前で苦しむ人がいるなら私は見捨てず救う道を選ぶわ。あなたもお父様も私の大切な家族よ。でも彼らも大事な私の仲間なの。どっちを取るとかそういう話じゃないの。リアナ？待って、ディアナ、あなたと戦いたくないのよ。なぜ姉妹で戦わないといけないのよ。分かってるわ。この子は私が止める。私が止めなきゃいけない。ええ、必ず。
ミアナ、勝負あったら、そこをどきなさい。ミアナ。何？そうね、精霊の様子を見に行きましょう。精霊だと思う。エルフの村でも同じものを見たわ。精霊よ、精霊の声だわ。よかった、まだ生きていたのね。シルフってエルフの村にいた精霊ね。よかった。ありがとう。あなたの残してくれた力、確かに受け取ったわ。私たちに時間がないっていうのは、どういう意味なのかしら。つまり、その人物は、この砦にいるってこと？って、やっぱり。